お待たせしました。新発売のスキンケア用品ロマリタイムエッセンスの販売を開始いたします。また反則イベントか。相変わらず賑やかだな。前に売ってた商品にどんな成分が含まれてたか知ったらみんなどう思うんだろう。あれ、またシグウィンがいるぞ。よっシグウィン。あら、こんにちは旅人にパイモンちゃん。昨日は慌ただしかったけどゆっくり休めたかしら。あ、もちろんだぞ。シグウィンはまた取材に来たのか。今日は主にモルガーヌさんのお手伝いよ。昨日の件を片付けてるの。そういえば例のスキンケア用品って結構売れてたけど大丈夫なのか。ええ、安心して。バタフライビューティー自体はただの良質な商品だから使っても問題ないのよ。それに警察隊員たちが販売済みのバタフライビューティーを全て回収して処分を進めてくれてるの。ヌミレットさんに無害化する方法を教えてもらったのよ。水や土を汚染しない自然と揮発させる方法をね。シグウィンはやっぱり頼りになるな。看護師長、この度はご助言いただきありがとうございました。回収したバタフライビューティーは全てご指示の方法で処分済みです。ええ、君たちもお疲れ様。それからラワットの尋問調書をご所望でしたよね。正確にはポトンのですが、こちらにまとめましたのでご確認ください。昨日彼は母を見送った後、精神的な防衛線が完全に決壊したようです。尋問に対して何の抵抗も見せることなく、いろいろと話してくれました。あの薬品は犯罪組織の手伝いでロシを調合していた際に偶然発見したそうです。その後希釈したものをスキンケア用に調整するのを思いついたとのことでした。原料の仕入れ先はあのバシェの組織です。むしろバシェのために犯罪の証拠を大量に処分していたと言うべきでしょうか。この協力関係はあまりに隙がなく、これまでずっと露見しませんでした。バシェの影響って今もまだ残ってるのか。はい、ですがその残党は必ず全員捕まるでしょう。時間の問題です。大洪水の後、仕入れ先を失った彼らはやむを得ず危険を冒しました。一人で歩いている通行人を探して隠し持っていた大海の水をかけたんです。もちろんそれはいずれも失敗に終わっています。多くの通報を受けたことで私たちはようやくこのグループを特定し彼らを摘発できました。なるほど、そうだったんだな。彼の供述によると、ラワットになっていた時は犯罪者たちから距離を置くようにしていたとのことです。しかし私たちにその尻尾をつかまれそうになりました。彼が通報したのは通報者という立場を利用して疑いの目をそらし時間を稼ぐためだったそうです。そしてポトンの顔に戻って母に会いに行く算段だったと。ただポトンという人物が長いこと失踪していたにもかかわらず、こちらが依然として警戒していたのを予想していなかったのでしょう。元の顔で姿を現した途端すぐに逮捕されました。そのため先日メロビデ要塞に収容されていたのです。ポトンに戻ったのは今回が初めてじゃなかったってことか。本当にお母さんに会いたかったんだな。結局あんなことになっちゃったけど。尋問調書に添付された証拠を見るに、ラバットの姿で初めて稼いだお金は全てお母さんの病気のために使ってたみたいね。はい、彼が最初にあの薬を使うと決めたのは私利私欲のためではなく、もう一人の自分で母を救おうとしたからだと思います。ですが彼は行き過ぎました。こうして罪を犯し罰せられることになったのです。ええ、そうね。書類をまとめてくれてありがとう。シグウィン、どうしてあいつの尋問調書を見たかったんだ。
ポトンさんはうちの患者さんだから、そのカルテを整理したかったの。個人の経歴もカルテに記載すべき重要な一部だって先生が教えてくれたから。患者って、でもあいつがああなったのは悪いことをしたからであって。ええ、そうね。けどたとえ悪いことをしたとしても、うちにとっては患者さんよ。看護師長、一つお願いがあるのですが、この薬のことはどうか内密にしていただけないでしょうか。大半のフォンテーヌ人からすると、この薬の存在は知らない方が幸せです。そうしていただければマレショーセファントムも少しは安心できます。ええ、もちろん。安心してちょうだい。はい、ご理解ありがとうございます。では私はこれで失礼します。ところで、シグウィンがあの薬を使って今の姿になったって話、本当のことなのか？あら、どうして驚いてるの？それはこの間も話したでしょ？え？前に教えてくれた魔女ばあさんと魔法の薬って本当に実話だったのか？ええ、本当のことよ。でも、うん、うちも人に言えない秘密を持ってるの。でもこうして一緒にいろいろ経験してきた旅人とパイモンちゃんのことは信頼してるし、君たちになら教えてあげてもいいのよ。ただその前に、少し付き合ってくれる？今日はある人を弔う予定だったの。おお、いいぞ。リオセスリがいるぞ。こいつらどうしてここにいるんだ？旅人、パイモン、ごきげんよう。息災であっただろうか。最高審判官が重要な用事で出かけるなんて、新聞の一面を飾れるんじゃないか。ほう、人々はこのようなことに興味を示すのか。違うか。なんてったって重要な用事だろ。ふむ、確かに大切な人が心の支えを必要とするとき、適切な時間と場所に現れるのは非常に重要なことだと言える。マレショーセファントムの報告を受け、ここに来なければならないと思ったのだ。見ろ、これがヌビレットさんの思いやりってやつさ。そんなわけで俺たちはここに来た。看護師長に付き添って彼女の先生の墓参りをするためにな。ってことは、シグウィンが弔うって言ってた人はあいつの先生のことだったのか。確か魔女ばあさんって人だよな。あ、ごめん、悪気はないんだ。ただシグウィンがずっとそう呼んでたから。看護師長にとってそれは気に障る呼び方じゃないはずだ。気にしなくていいだろう。ああ、むしろシグウィンからすれば親しみを込めた呼び方と言える。その医者のことは何度かシグウィンから聞いたが、とても寛大な方のようだ。人間の大半がメルジーヌを差別していた時代、あの方だけがシグウィンの先生になってくれた。
ヌビレットもリオセスリもやっぱり優しいんだな。職場の後輩への思いやりってやつか。職場の後輩？とんでもない。せいぜいヌビレットさんの後輩っていうのが妥当だな。看護師長は数百年前メロピデ要塞に服役してたんだ。刑期が終わった後も彼女はメロピデ要塞に残り、その管理体制における中核メンバーとなった。厳密に言うとメロピデ要塞にいるほとんどのやつが看護師長の後輩さ。この俺も含めてな。服役？ああ、私が最高審判官に就任する前からフォンテーヌにはある古い法律があってね。それが他の種を人類に転化させる行為を禁ずるというものだ。最初私は大半の研究員同様こう考えていた。これは科学倫理を規定するための法律だと。だが今思い返せば、これは民が真実を知ることなく、より純粋で幸福な人生を享受できるようヘゲリアがかけた保険だったのだろう。ああ、無知は幸せってやつだな。たとえ事情があったにせよ、シグインは人間の姿になったことで法に抵触した。一体何があったんだ？教えてくれないか？ふむ、いいだろう。シグインは友人に過去を知られることを厭わないだろうからな。あの時彼女は自ら私に全てを打ち明けてくれた。娘の病気がひどいというのにお主を家に入れなかったのかい？なんて頑固な連中じゃ。人の偏見もわしには治せない病気の一つじゃな。はあ、残念じゃが、わしにはもうそこへ駆けつける余力がない。なんと嘆かわしい魔女じゃ。すべてのフォンテーヌ人を救おうと思っておったのに、今苦しんでいる患者さえも救えぬとは。先生、どうしたのそれ？フォンテーヌにはおそらく誰もがかかってる奇病が存在する。目撃者も証拠もないし、誰も信じてはくれぬじゃろうがな。じゃから自分の体を使って治療法を探すほかなかった。ただ結果は芳しくなく、このありさまじゃ。じゃあまずは先生を治さないと。そしたら先生があの子を治療できるでしょ？いや、自分の状況は分かっておるつもりじゃ。わしの体はお主じゃ治せん。先生、前にも言ったように、医者の最大の責務は治せる病気を治すことじゃ。私はうちのことを全然信じてくれないの。そういえば、あの女の子はシグウィンの初めての患者じゃったな。ならどうしても治してあげたいじゃろう。うん、そのためなら何でもする。たとえ法を犯し罰を受けることになってもか。誰かを傷つけないなら何でもするよ。さすがわしの弟子じゃ。ならもう一度かけてみるとしよう。最後まで治療法を模索してみるから、しばらくここを離れててくれるかい？2時間後にまた来ておくれ。
もし奇跡が起これば、わしはすべてのフォンテーヌ人を救う方法を見つけられる。そしてこの体も女の子を治せるまで回復するじゃろう。もし奇跡が起こらなかったら、治せない病気がまた一つ増える。その時はどうかわしを探さないでおくれ。シグウィンへ贈り物を残そう。病気の研究中に偶然発見したものじゃ。大したものではないが、少なくともお主の患者を治療するのに役立つじゃろう。シグウィンが戻ってきた時、奇跡は起こっていなかった。机に残されていたのは一本の薬と一枚のメモ。そのメモの通りに薬を使うと、シグウィンは今の姿となっていた。そしてフォンテーヌの方にも触れてしまったのだ。私はその事実に基づき彼女に審判を下した。そうだったのか。おそらくフォンテーヌ人が解けることが分かり、その真相が明らかになってようやくシグウィンも理解したのだろう。私はそのすべてを知った時、実に嘆かわしく思った。法の公正さを守ると同時に、その無情さも受け入れなければならないのかと。幸いフォンテーヌの法律によると、隠されていた真実によってシグウィンがさらなる刑を負うことはない。この点については何度も確認してある。シグウィンはどんな気持ちだったんだろう。君たちをここに招いた以上、シグウィンは過去を打ち明ける覚悟ができているのだろう。来てくれたのね。弔いたいのはうちの先生よ。遺体がなくて服や遺品だけが残ってたんだけど、それも今はもう水の中に沈んじゃってるの。シグウィン、薬を作ったのってお前の先生の魔女ばあさんだったんだよな。ええ、ヌビレットさんからいろいろと聞いたみたいね。その真実を知ってさ、すごく内心複雑だったんじゃないか。うん。でもあの夜の出来事を理解した時、やっぱり先生らしいなって思ったの。自分が犠牲になるのを黙ってたこともか。病気に効く薬であれば嘘をついてでも子供に飲ませる、それが先生なのよ。そっか。でもなんでシグウィンは自首したんだ。法を犯したからには罰を受けるべきよ。先生は自分の選択をしたんだから。うちも自分の選択をしただけ。それはそうなんだろうけどさ、ただポトンがシグウィンを問い詰めてた時、おいら本当に頭にきたんだ。シグウィンがあいつと同じなわけないだろ。ヌビレットから真実を教えてもらってなおさらそう思ったぞ。でも結局シグウィンも同じように有罪判決を受けて監獄に送られた。そう思うとなんだかやるせなくって。パイモンちゃん、その逆よ。もしあの服役経験がなかったら、ポトンさんの質問に動じることなく対応できなかったかもしれないもの。え、どうしてそう思うんだ。パイモンちゃんも旅人も知りたいみたいね。なら
その理由を教えてあげるのよ。判決を言い渡す。被告のメルジーヌを有罪とする。最高審判官は法の威厳を守ったけど、メルジーヌの薬カバンを取り上げることはなかった。その日からメロピデ要塞には小さな医者が一人増えたの。彼女は相変わらずフードをかぶりローブを着ていた。そこでは雨が降らないのに、人間の姿のおかげか、誰も彼女の診察を拒まなかった。患者が増えるにつれ、彼女の刑期も短くなっていった。メロピデ要塞の人々は彼女から離れなくなり、刑期が終わった彼女もそこに留まり続けた。そんなある日、彼女宛に外から手紙が届いたの。見覚えのある場所に着くと、一人の老婦人がメルジーヌを迎えてくれた。彼女は一目でその偽装を見抜いたけど、それを言葉にせず質問した。メルジーヌなのにこんなにたくさんの人から尊敬されてるのはどうしてだと思う？きっと人間の顔をしてるから。シグウィ、もう50年以上経ってるのにあなたは年を取ってない。とっくに人間じゃないって気づかれてるはずよ。こんなに何年も経ってようやく見つけた。あの夜あなたが助けてくれたことをずっと覚えてるわ。どうしてうちだってわかったの？もうメルジーヌじゃなくなってるのに。人間かメルジーヌか、それはそんなに重要かしら？覚えてるのは手のひらのぬくもり。これが何よりの目印なの。あなたのこのぬくもりはやっぱり変わってない。シグウィ、もう隠さなくていいの。今はみんなメルジーヌと友達になりたいと思ってる。あなたみたいなメルジーヌがいてくれたおかげかもしれないわね。遅くなってごめんなさい。でもずっと伝えたかったの。ありがとうメルジーヌ先生。望んでた結末だぜ。コトンさんの告白を聞いてずっと彼に伝えたかったの。コトンかラワットかなんて実はそれほど重要じゃないってね。でも遅かった。彼の手のひらのぬくもりはもう消えちゃってたから、彼を治療したいと思ったけど、その病気の根源は顔じゃなかったのよ。君もパイモンちゃんもうちを慰めてくれてるのよね。ありがとう。気にすんなって。実は君たちを呼んだ理由はもう一つあるの。まだ約束の報酬を渡してなかったでしょ。マルショーゼファントムから特別に許可をもらって、あの薬の改良版をいくつか調合したの。顔を入れ替えられた囚人を元に戻すためにね。君たちの分も一本取っておいたのよ。え？オイラたちには必要ないし、処分しといた方がいいんじゃないか？これをどうするかは君たちが決めるべきだと思ったの。それに旅人とパイモンちゃんはたくさん頑張ってくれたし、約束を破るわけにはいかないでしょ？そうかもしれないけど、さすがにちょっと使うのは気が引けるな。いや、でもこれってもうテイワットに1本しかないんだよな。このまま処分するのはちょっともったいない気がするぞ。何かいい使い道は。あ、そうだ、メリュジーヌの体質はあの大洪水で変わってないし、まだこの薬の効果をちゃんと受けられるってことだよな。ならシグウィンを元の姿に戻すってのはどうだ？だってメリュジーヌからしたらやっぱり元の姿の方が可愛いだろ。
モンちゃん、人間かメルジーヌかそんなに重要かしら。それはおいら何言ってんだろう。シグインはとっくに答えを出してたってことか。じゃあこれは今すぐ処分しようぜ。ええ、任せてちょうだい。Thanks.